7月7日、今日は七夕様。実は昨日、淡路島の七福神巡礼に行ってまいりました。そしてこのようなね、笹の葉、七福神様がついている笹の葉をね、いただいてきたんですね。ショート動画でも皆様に七福神様のね、愛と、ご孤独を受け取っていただきたくて流しております。そしてこちらからもね、皆様に幸せな流れの家族を置きますようにお祈りしております。たくさんの福が訪れますように。はいね、私は七夕様といえば彦星様と織姫様ではなく、オーラソーマ58番オリオンアンジェリカ、上がペールブルー、下がペールピンクね、シェイクするとペールバイオレットになるんですね。オラ様タロットではこちら、美しいでしょう。このオリオンアンジェリカなんですけれども、2人の大天使なんですよね。そしてこう、私たちがこう寝ている間にね、働いてくれてるんです。オリオンとアンジェリカは絶えず地球の周りを回っております。そして夜をもたらすためにカーテンを引き、朝をもたらすためにカーテンを開けますね。そういうお役目を担った天使、オリオンアンジェリカは1日に1回しか会えないんですね。彦星様と織姫様は1年に1回ですよね。愛ってこう会える頻度だったりとかね、 LINE の頻度だったりとか、そこじゃなくて、お互いを信じ合えること、その絆を信じること、そして相手の命を愛おしく思うこと、相手の存在を愛おしく感じること、そして相手が今そこに存在してくれることに感謝をできること、私はそこだなって思っています。といっても結構ね、LINE とかは気になる方なんですけどね。なぜ今日はこの愛をテーマにお届けしようかなって思ったかというと、先日、スマの最後のね、個展をさせていただきましたアイウェムさんにご縁があって行かせていただいた時に、チキンガーリックステーキさんっていう神戸出身のアカペラのグループのチケットがたまたま1枚残っていて、陽子さんどうぞって言ってくださったので、ご一緒させていただいて、素晴らしい舞台ね、あのステージを見させていただいて、も感動して、チキンガーリックステーキさんのね、あの YouTube をずっと聞かせていただいてるんですけど、その時にね、ご縁をいただいた、もうほんとお世話になったね方々に、またアートを描かせていただこうと思って書かせていただいて、また次の週にアイウェムさんにね、行かせていただいたんですね。で、そのお出会いをしてくださった、こうフルートとかもね、奏でられるという千景さんっていう、もう本当に素敵な方なんですけど、オカリナもね、吹かれるんです。で、私オカリナっていう楽器は知っていました、もちろんね。だけど生演奏っていうのを聞いたことがなかったんですよね。で、そのアートのお礼に、私に一曲プレゼントをしたいっていうことで、まあその日は、まあ、急遽そのライブ会場になりまして、ウクレレの先生と、まあ、千景さんのそのオカリナと、あと人形劇だったりとか、もう本当にこんな素敵な時間をね、過ごせるなんて、もうこれは仏様がからのプレゼントだって、私はもう心から感動してたんですけど、最後にその千景さんが私に、どうしてもね、この歌をプレゼントしたかったって、一曲プレゼントをしてくださったんですよね。で、千景さんはオカリナをね、時々ライブなどで演奏されておられて、聴くだけでなくて、触
吹いてる方もこう癒される不思議な楽器なんですよっていうことでね、こう皆様がオカリナの音色を聞いてオカリナのイメージが変わったら嬉しいなっていう素敵な志を持ってオカリナ演奏されておられるんですね。で、今日この私のこのお話の後に私に、千景さんが吹いてくださったその演奏動画をね、千景さんからあの許可を得てあのいただくことができたので、またこの動画とあの後に流させていただくので、オカリナの音色をぜひ聞いてみてください。で、私に吹いてくださったのがレッドミラーのザ・ローズっていう曲なんですね。で、私このザ・ローズっていう曲を知らなかったんです。でも千景さんが私に演奏する前にこの曲はどういう曲かっていうことを教えてくださったんですよね。私すごい感動して、お家帰っても本当に毎日そのザ・ローズを聴かせていただいてます。ちょっとね、このオカリナ演奏の前に皆様にザ・ローズの素晴らしい歌詞をシェアしたいと思います。ぜひ聴いてみてください。ザ・ローズ。愛は川だという人がいる。か弱い雑草を飲み込むような川のようだと。愛は刃物だという人がいる。心を傷つける刃物のようだと。愛とは飢えだという人がいる。永遠に満たされることのない渇望であると。愛とは花だと私は思う。そしてあなたこそその花の大切な種なんだ。心が壊れるのが怖いから楽しく踊ることができない。夢から覚めることが怖いからチャンスをつかむこともできない。誰かに奪われるのが怖いから誰かに与えることもできない。死ぬことが怖いから生きる意味がわからない。夜がとても孤独に感じるとき、道が遠いと感じるとき、恵まれた人や強い人しか愛を得られないと感じるとき、少しだけ思い出してみて。厳しい冬であっても、降り積もる雪の遥か下では、太陽の輝く光を待つ花の種が静かに眠っていて、春になればバラの花を咲かせるということ。素敵な歌詞でしょ。私が心から尊敬してます日本メンタルヘルス協会江藤信幸先生は、愛はね、いろんなバリエーションがあるんだよって教えてくださいます。自分がこれしか愛ってこうなんだって決めつけずにね、愛にはいろんな愛があるっていうことを、そこを理解すればいつも自分は愛に満たされてるんだということに気づくことができるんじゃないかなって。そして自分自身が愛の種であるっていうことを知れば、自分自身から愛を発することができるんじゃないかなって、そう思います。私はたくさん傷ついて、でもボロボロになって、正直その IM さんで個展をした時はもうボロボロでした。もう IM さんに行くことすらできない日もあったぐらい大変な個展でした。
だけどその時に愛は決して私を見捨てないし、心の傷は私の愛の器を広げるただそれだけのためなんだって、たくさんの愛に囲まれた素敵な個展でしたけど、愛を裏切られて傷つき果てた私が苦しみ抜いた個展でもありました。だけど私は愛に気負って決めたし、愛に生きる愛の存在そのものの江藤先生と再会することができたから、今また私は愛にあふれ、そして千景さんからこの曲ね、ザ・ローズを送っていただいて、私自身が愛の種で私が愛の花を咲かせればいい、ただそれだけなんだって今はそう思ってます。何も私のエピソード何も知らない千景さんがなぜか陽子さんにはこの曲をって、しかもアイウェムさんでこの曲を私に聴かせてくださったこと、これは本当に仏様からのプレゼントで、心をえぐられるような体験をした後にこうして愛を注いでくださる方々がいる、愛の人たちに私は囲まれ愛されているって、とっても元気が出ました。千景さんに心から感謝申し上げます。そしてそのご縁をつないでねいただきました。本当に勝也さんや忍さんや、ね、IUM の翔子さん、 IUM に私をご縁つないでくださったお友達の皆さん、昨年個展ね支えてくださった皆さん、すべてのご縁に心から感謝して、今日の七夕は私からの願い、私からの祈り、私に今世出会ってくださるすべての皆様の命に幸せが、七つの福が雪崩のごとく起こりますように、ただそれだけ愛の種愛の花を咲かせられる私で あるようにね、これからも愛の道をね本当に生きていきたいなってそう思ってます。このあと千景さんのオカリナの演奏を皆様に聞いていただきたいので、愛を感じ取っていただけたら嬉しいです。皆様にとっても素敵な素敵な七夕様になりますように。そして今宵彦星様と織姫様が一年に一回ね再会することができて、お互いを抱きしめ愛をね確認し、さらに絆を深めることができますように、私に出会ってくださって、そしてこうして YouTube を見てくださってありがとうございます。素敵な七夕様をお過ごしください。